これ俺がガードさせるとゲージ溜まっちゃうんですよ大谷ので、逃げてると昇竜でゲージ溜めされるんで、これは死にに行くのが一番最適かと。ナメプじゃないです。まあ大谷は後ろ投げで倒すが一番お互い合意のもと。次は俺が溜めるターンだ。俺が溜めるぜ。